Taking with the launching of. その歴史的な訪日とするため。今回の首脳会談で合意したこととは。日韓 E. P. A. 交渉を開始すること。E. P. A. とは。これが結ばれると。 二国間の輸出入に係る関税の撤廃削減が実現し貿易の拡大が図られますまた規制を撤廃するなど投資環境の整備人的交流の拡大など経済関係の強化を目指す協定ですその締結に向けた交渉に入ることで両国は合意しました Prime Minister また天然資源が豊かなカナダとの間でエネルギー分野についても関係を強化天然ガスなどの資源に関する民間セクター間の協力を さらに促進するための取り組みを加速させることで一致をいたしましたカナダは東日本大震災後被災地からカナダへの留学を支援するカナダ留学ホーププロジェクトを実施していますこれまでに100人への支援を決定さらにこの夏には被災地の学生とカナダの青少年が交流する絆強化プロジェクトを行います今回の会談では これらの青少年交流の取り組み強化も確認しましたさらにカナダとの関係は安全保障面でもますますつながりを深めておりさらなる関係強化は日本にとって極めて重要であります今後とも両国がパートナーとしてアジア太陽州地域におけるさまざまな課題に協力して取り組んでいくことが重要であることを改めて確認をした次第であります